皆さん、こんにちは。Azure 資格対策講座へようこそ。今回は、高可用性についてと、関連する模擬試験問題について解説していきます。本講座は、次の3つのパートに分けて解説していきます。まずはじめに、パート1の、可用性とはです。可用性とは、システムを障害などで停止させることなく、継続して稼働できること、またはその指標のことを言います。 したがって、システムの設計をする際は、ハードウェアの故障、データセンターの停電、データセンターが災害に遭うなどを考慮する必要があります。また、長い時間システムを稼働し続けられることを、高可用性と言います。続いては、パート2の Azure の可用性についてです。Azure で高い可用性を実現するためには、一つの可用性ゾーンのみでシステムを運用するのではなく、 複数の可用性ゾーンを使用してシステムを構築するなどの考慮が必要です。こうすることで一方のゾーンで障害が発生した場合でもシステムを停止することなく稼働することができます。今回のまとめです。可用性とはシステムを障害などで停止させることなく継続して稼働できることまたはその指標のこと。それでは最後に模擬試験の問題を解いてみましょう。 障害が発生してもサービスの停止がなく稼働できるようシステムを構成したいと考えていますこのような能力を何というでしょう A 信頼性 B スケーラビリティ C 俊敏性 D 可用性可用性とはシステムを障害などで停止させることなく 継続して稼働できることまたはその指標のことを言いましたよねよって正解は d になります皆さん正解できましたか以上がクラウドの概念分野の効果要請についてでしたご覧いただきありがとうございました次回以降も引き続き対策講座の動画をアップロードしていきますのでチャンネル登録をしてお待ちください それではご視聴いただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう